はい、おはようございます。マドモアゼル本郷です。もう2ヶ月ぶりの動画のアップなんですけども、全く麻雀とは関係がない、動画、雑な開封動画をやっていきたいと思います。でなんと、現在4月の24日金曜日、届いた品物 iPhone SE 第2世代が、来たばかりです。宅配便で届いたばかりなので、早速開封動画、雑な開封動画をアップしていきたいと思います。頑丈だな。頑丈です。かなり頑丈です。開け口がよくわかんない。ここかな。ここっぽいな。なんかこの辺っぽいな。この辺だな。この辺。ゆっくり開けていきたいと思います。来ました。はい、ちょっとフィルムでコーティングされてます。開けてきてもらって、はい、ね、来ましたね。ピッカピカの第2世代 iPhone、マイク落としちゃった。 iPhone SE ちゃんがやってきました。ピッカピカシールはね、この辺に入ってますね。ああ、ちょっと今シリアルナンバー見えそうだったんで危ない。で、ちょっとこれ剥がしていきます。おー、こうですね、表がですね、フィルムになってますね。さあ、開けます。おー、おー、雑な開封動画です。あ、こんなの入ってますね、なんかね。トリセツっぽいですね。はい、今回はプロダクトレッドを購入しました。プロダクトレッド、はい、中はこんなね、カードが入ってますね。シムピンもこうやって入ってますね。これなんか取説みたいですね。で、中にこういうアップルのシルちゃんも入ってました。で、問題は本体ね。来ました。ああ、もう、新品です。てか、なんかこう、冷たいですね。ひんやりしてますね。で、これが本体で、中はこういうふうに。アクセサリー入ってます。これね、充電アダプターですね。それとイヤホンですかね。イヤホンです。はい、それと充電ケーブルが入ってますね。で、早速電源を入れてみましょうか。電源のどっからいいのかな、横かな、ここかな。入りました、入りました、電源入りました。黒い画面なんですね、これね。デフォルトが。お、ハロー来ました。ハロー来ました。ん？
あ、これ、シムフリー版だからか。各国の国の言葉が出てるのかな。ホームを押して開くとありますね。ホームを押して開くで、日本語とこうやって選択をして、国または地域を選択を押すと。まあ、ここは日本なので、どっかに日本ってあるかな？日本ちゃん。まだか。この辺かな。この辺っぽいな。あ、できた。出てきた。言語を設定中。はい、クイックスタートということで、ここからね、手動で設定する画面になっていくんですけども、まあ、この後の、開封動画の続き、第2弾出すかどうかちょっと迷ってますけども、一旦、設定を終えてからですね、アップするかどうかも考えたいと思います。ということで、早速の開封動画、初めての開封動画、雑な開封動画、iPhone SE 第2世代、プロダクトレッドバージョンで、動画を、雑な動画をアップしてみました。それでは、マドモアゼル本郷でした。最後までつまらない動画見ていただいてありがとう、ちょんまげ。さよなら。